日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。台湾の半導体製造の大手 TSMC の工場が熊本県菊陽町に完成したことを受けまして、周辺ではまさにバブルという状況に湧いているようです。今週は様々な角度からこの TSMC バブルを掘り下げていきたいと思います。今日は上昇する地価、土地の値段ですね。その地価などについて地元の不動産会社の方に伺います。明和不動産菊陽支店支店長の西田健太郎さんです。西田さん、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず率直に伺いたいと思うんですが、菊陽町 TSMC のバブル来てるなって実感はありますか？そうですね、2021年に工場進出の発表がありましたけれども、はい、今日に至るまで、日々盛り上がりは増している一方かなという印象です。はあ、2021年からもうだんだんその発表があってから反響がどんどん大きくなって、はい、いろいろ変化が出てきているということですけども、一番西田さんはどのあたりで実感しますか？そうですね、私どもの支店が菊陽町の役場の近くで昨年9月にオープンしたんですが、はい、やはり工場進出の、前と後ではやはり土地の坪単価であるとか、そういったものがかなり大きく上がっているといった印象ですね。はあ、実際具体的にはどのくらい地価って上がってるんですか？そうですね、菊陽町のバイパス沿いに行きますと、はい、以前と比べるとやっぱりならしても3倍から4倍、それによってやっぱりもう10倍近く上がっているところもあるかといった印象ですね。はあ、ただやっぱり菊陽町って、元は第一次産業、農業が盛んだったと思うんですけども、はい、そういった田んぼや畑っていう土地が、はい、どんどん地価を上げていったってことですか？そうですね、田んぼや畑ももちろん一部あるんですが、どちらかというと、もともと菊陽町がおっしゃるように市街化区域というそのものが建てられるエリアというのがかなりもともとのパイが少なかったんですね。そういった中でこの工場進出の影響を受けて、もともと希少であったそういった市街化区域の土地が大きく跳ね上がって、こう土地が上がっているといった形ですね。はあ、なるほど。ただ土地をもうその TSMC をはじめさまざまなものが周辺にこう一つの大きな町が今できようとしていると思ってるんですが、はい、こう自分の土地を売ってるって方もやっぱり多いわけですよね。そうですね、私どもそうですけれども、やはり菊陽町、大津町、こういったところを中心として、不動産業者であるとかハウスメーカーさんなんかがやはり土地をお買い取りさせていただいて、そこに賃貸アパートなり、分譲区画であるでありそういった事業展開を多く行っているというところですね。あ、西田さんがいらっしゃるこの明和不動産の菊陽支店っていうのは昔からあったんですか？はい、もともとこの菊陽大津エリアにも支店を展開するというビジョン自体は会社としてもあったんですが、はい、もともとは熊本市内を中心に事業展開してきた会社でございまして、2021年その工場の発表があってから、いよいよ、お時世ではないですけど、はは菊陽に昨年9月にオープンを支店を構えたといった形ですね。へー。で実際、菊陽支店も開設して、この、TSMC 会社によって、こう、盛り上がりを見せている中、どういう、こう、対応されてるんですか？そうですね。一つはやはり、この工場の進出が決まって、そこに、当然ながら、台湾本国から来られる社員様であったりですとか、はい。そこに、またサプライヤーの企業さん、はい。それからその工場自体をこう建築をなさる、建築業者さん、こういった方々からもそのお部屋探し、賃貸ですね、お部屋探しの需要がやはり非常に多くございますので、そこを日々対応させていただいているというところが一つと、
とは現状その菊陽町に関してはお住まいが足りていない状況が続いているものですから、うん、会社としては、冒頭申し上げた通りその土地の買い取りを行って、そこに需要にマッチした、建物を計画して建てていくと、そういったのデベロッパーのような事業も行っております。はあ、じゃあこれからますます住宅は増えていくわけですね。そうですね、現状やはりそういった賃貸マンションアパートの現場も多くこの菊陽大津町を中心に現場が展開されていますし、今後その住まいのみならず法人様向けのオフィスビルであるとか、はい、飲食店さん向けのクライアントビルであるとか、そういった建物も増えてくるのかなと思ってます。はあ、それまで菊陽町をそのビルってあったんですか。すいません、こんなこと聞いて。ああ、いえ、そうです。まあ、どちらかというと、おっしゃるように、畑や田んぼで、農業というところが、色濃くあるエリアでしたので、熊本市寄りにある、光の森というエリア、菊陽町の中でも、光の森という町のエリアは、商業施設ができて、栄えておりましたけれども、そこから先に進むと、どちらかといえば、そういった農業地域っていう、色が濃かったですね。そこに今ビルが建とうとしてる、あるいはすでに建ってるってことですよね。そうですね、はい。なるほど。ただ台湾から現地の方もこうお住まいになる方もいらっしゃると思うんですが、言葉とかはどうしてるんですか。そうですね、私どもの場合ですと菊陽線の方には中国出身のスタッフが1名在籍をしておりまして、はい、言葉の壁に関してはメールなり電話なり中国出身のスタッフが対応できますので、そういったハードルなく対話できる状態を作っております。やっぱり中国からの問い合わせっていうのはすごく多いですか。そうですね、特に投資家の方、菊陽大津町で不動産投資を行いたいというやはり声が非常に多くございまして、それも熊本県内外、関東関西圏等でやはり海外から、台湾、それから香港、こういったところからやっぱり投資も、目的としてお問い合わせ、これも多いですね。なるほど、それだけ聞くと好景気に沸いて非常にいいな、いいなっていう思いもあるんですが、一方でなんか課題であったりデメリットみたいなのっていうのもありますか。そうですね、地域住民の方もすごく叫ばれているのが、やはり交通渋滞は一つ挙げられるのかなと思います。ひどいですか、やっぱり渋滞が。そうですね、やはり以前と比べるとかなり車の交通量も増えて、渋滞は日に増しているような感じですね。結構ただでさえ混みやすいところでありますよね、熊本。そうですね、もう車社会なもんですから、なるほど。じゃあそこに向けては行政もこう道路を拡張するとかバイパスを新たに作るとか何かしらこう手を打とうとしてるんですかね。はい、そうです。おっしゃる通り、そういった交通渋滞の緩和を目的とした都市計画っていうところも行政としては、既にこう動いている部分もありますので、これから解消されていく動きは当然あると思うんですが。なるほど。いやでも本当にいろいろなものが立ち始め、そして土地の価格も高騰してるっていうお話をね、いろいろ伺いまして、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。はい。この時間は、明和不動産菊陽支店の支店長、西田健太郎さんにお話を伺いました。裏には、裏がある。表ばかり見ていると、羨ましいし、恨めしい。なら見てみよう。裏側を聞いてください。裏話、努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹、日曜の裏。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。